ップナビです。はい、新人さんなんでね、自分でまず自己紹介から、はい、言ってください。足立佳穂と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。特技を聞いてます。はい、足立先生の特技は？特技は足を上げられないです、硬いので特技はピアノ。すごかったです、本当に。軽々と私できません。ちょっと足硬いので、はい、私の特技はピアノを弾くことです。すごい。そうですよね、なかなか最近ね、ピアノ得意じゃない人が、ね、多いんですけどね。なんで落ち込んだ。そうですね、あさみ先生はピアノ弾かせたら結構いいんだよ。本当にあさみ聞かせたい。あさみ変えるのか。緊張しちゃうの。いや、私もします。でも本当に緊張するそうです。なんか緊張するのが姉妹がいいのよ、ちゃんと弾いててくれる。本当に保育参観とかもうガチガチになっちゃうの。いや、でも私も緊張してます。そういう場所は本当にします。保育参観ならいいよ。俺が廊下通りかかっただけなんだよ。保育参観よりさ、園長先生に見られてる方が。いや、緊張します、緊張します。保育参観よりも何したと思う。うんとかって変なのだと思って、うんとこうやって見たら、見ないでください、園長先生のおかしくなったんですよ。俺のせいにしたんだよ。ねえ、ちょっとすごい緊張しちゃって、カエルの歌も弾けなくなったんですよ。どれだけって。私先生、カエルの歌は弾けるよね。弾けます。大丈夫だよね、はい、緊張しても大丈夫だよね多分。でも手がちょっと震えちゃうかもしれないです。ピアノ何歳ずっと習ってたの？私最初エレクトーンを習ってて、うん、でそれを3歳の頃から習ってたんですけど、うん、幼稚園の先生になりたいなって思った時にピアノに切り替えました。もう3歳から幼稚園の先生になりたいなと思った。違います、3歳3歳の時にエレクトーンやってて、あ、そうです。で、中学生ぐらいから切り替えてピアノをやり始めました。ぜひうちのバンドのフレンドセクションズがあるんですよ、バンドが。ピアノですか？なんかベースとか、どうですか、ベース。なんでベースどうですか？私、タンバリン。タンバリンないんだよ、ギターとドラムなの。そうなの、延長してギターやるんですけど、俺ね、リズムの方いっちゃった。何か楽器、ね、楽器、はい、今度練習できなく。花巻きたいやつ、やっぱピアノ大丈夫か、うん、でその交渉は浅見先生。いや得意な曲とかあります？曲でもピアノに切り替えてからはずっと幼稚園で弾くような曲をやってたので、楽譜があれば何でも弾けます。何でもでないでも練習すればできます。はい、はい、もらうことになっているのですよ。はい、はい、でピアノ弾いてもらうのもめんどくさい、めんどくさいって言ったらいけない。やってますよ、あなた。エアピアノ。はい、エアピアノ行きましょう。はい、はい、声出さずにエアピアノ。エアピアノ、はい、皆さん何の曲を弾いてるかを当ててみてください。あ、じゃあせーの、さすが。これはちょっとなんとなくわかるんです。なんでカエルの時を。だからですよ、だから。私のせいにされちゃうので。あ、でもどっちもすごいね、なんかこれカエルの歌かな。はい、正解です。テンポが合わねえな。でそうね、どれもチェリーがありました。じゃあ、はい、ピアノはね、もう直接ね、幼稚園に行かせることができますので、はい、はい、行かせて頑張ってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。